一子です。今日は2022年11月6日日曜日です。高松は朝から晴れ模様で、午前10時過ぎは快晴です。予報はやや曇りで、温度は17度をスマホで表示しています。動画は前回の続きからで、三谷町から上林町、林町、六条町と行きました。多くの町をまたぎますが、ここら辺は林町と勝手に認識していますので、読み上げは林町です。さて、明日は琴平町に行く予定です。琴電琴平線を利用します。自転車は河原町の駐輪場に置いての移動を考えています。動画も琴平町を流せたらなと思っています。琴平も勤務していた頃は仕事でよく行きました。琴電を利用するのは過去1回だけです。行きたい町の一つですが、河原町から琴電で1時間です。1時間は長いですが、叶えたいと思っています。読み上げは林町です。いつものように、ウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。林、高松市。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。林は、高松市東部にある一地区で、高松市役所、林市長所の管内。上林町、林町、六条町の3町からなる。かつては全域が北郡林村として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。地理。地区は高松市東部に位置し、高松市中心部の郊外に位置するほぼ正方形をした地区である。人口は、先10年時点で、1011人、男4945人、女5066人、世帯数は4221世帯であり、人口世帯数は高松市の地区では多い部類に入らないが、2010年までの10年間における人口増加率は約2倍と、高松市を構成する地区の中で最も高い。面積は5802、人口密度は1平方キロメートルあたり1904.14人と、高松市の地区の中では平均的である。地形。全域が高松平野の一部であるため、大きな起伏は存在しない。ただし、扇状地を形成する高松平野の特性上、地区の南に行けば行くほど標高は上がり、同時に斜度もきつくなる。河川は、地区の東側を流れる春日川や、そこへ合流する古川が位置する。讃岐平野の特徴であるため池は、地区の中央には存在せず、地区の北端と西端に集中して存在する。山なし。川、春日川、古川。湖沼、亀池、長池、下池、バーガ池。土地利用。かつて、地区内は基本的に他の広がる田園地帯であり、山村上に民家が点在していたが、特に2000年代に入ると、北西部で区画整理、太田第二土地区画整理事業、事業主、高松市が行われたり、国道11号高松東バイパスや、県道43号中徳三谷高松線などの幹線道路の開通、高松道、高松中央インターチェンジの供用開始などの相次ぐ交通アクセス向上の影響で、幹線道路沿いにロードサイド店などが立地していった。それでも地区の大部分にあたるそれ以外の地域は、これまで市街化調整区域であったため、農地転用による開発が制限されていたが、2004年に県によってその線引きが撤廃された影響で、農地だった土地が次々と宅地化しており、結果高松市中心部のベッドタウンとして2010年までの10年間に人口が約2倍に急増した。しかし、これら地域は意図的に道路や下水道などのインフラ整備が行われていないため、スクロール化やそれに伴う高松市全体の地盤沈下などが懸念されている。高松市、林市長所管内。上林町、林町、六条町。歴史。1989年までは、
旧高松空港があり、宿命を取って林の飛行場とも呼ばれていた。以下一部省略いたします。教育。宿内の小学校は私立林小学校が存在し、中学校は存在しない。小学校区は林小学校が地区のほぼ全域を校区としており、また六条町の一部は川添地区にある私立川添小学校、上林町の一部は田日地区にある私立田日小学校の校区である。中学校区は田日小学校の校区が私立龍雲中学校となっているほかは、全域が川添地区にある私立共和中学校の校区である。以下一部省略いたします。行政。この地区は1956年以降高松市の一部であるため、地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては高松市林市長所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、林コミュニティセンターとして地域交流生涯学習の中心となっている。市区内に交番など警察施設はないが、過去には林町1170番地10に林駐在所があった。隣接する田日地区に高松南警察署があり、当地区はその管内となっている。同じく消防も田日地区の高松市消防局南消防署の管内である。以上で読み上げは終了いたします。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。